小猿が間に挟まれる場合がしばしばある。猿団子とは日本で寒い時期に日本猿がおしくらまんじゅうのような状況でお互いに体を温め合う様子を言う。猿団子、猿団子、猿団子、猿団子,サル団子などと表記する。猿団子は十分に暖かければ行われない。各地で冬の風物詩となっている。日本猿は体温保持の方法として晴れた日に、 日向ぼっこをする以外に、どん天の日や夜間などの低温時に団子状態となり、猿団子を形成する。猿団子がよく見られるのは、曇りの日は最高気温が摂氏25度以下の場合であり、晴れた日では摂氏15度以下の場合である。猿団子の形成の仕方は、猿の腹と別の猿の背中を合わせるもの、腹と脇を合わせるもの、あるいは脇と背中を合わせるもの、とがある。 また、オスザルよりもメスザルの方がサル団子を形成しやすい。多数の個体によるサル団子の場合、中心は力の強い上位のサルと、その取り巻きが締め、外側が力の弱いサルとなる。サル団子には体温調整の機能があるとされ、サルたちが体を寄せ合うことで、寒い外気に触れる表面積を少なくすると同時に、互いの体温を保温に利用し合う効果がある。 喧嘩などが原因でふとした表紙に猿団子の形成が崩れると猿たちの体温は低下する。しかしすぐにまた猿団子が再形成され下がった体温は元に戻る。京都大学はこれは猿たちのエネルギーの節約に役に立っているとし約1割は節約していると推測している。また京都大学はオスザルガメスに比べて生存率が低いのは 群れから独立して一頭でいる時期があり、猿団子の保温効果が得られないためではないかと予想している。猿団子は寒ければ寒いほど参加個体が多くなり、新聞など報道機関はその様子を冬の風物詩としてしばしば報道する。四国、小豆島の長子系自然動物園、お猿の国や高崎山自然動物園、あるいはいくつかの各地の動物園が被写体となる。 猿団子は日本ルのみならず動物園などで飼育される南国の猿でも寒い時期には行う。ありがとうございます。